対戦相手の方が見つかりました。相手のパーティーがアブソル、月光が生拳、ガラガラ、ギャラドス、カプブルルということで、生拳がちょっと厄介っちゃ厄介でもないか。別にバナもいるしな。ただバナは結構ガラガラに弱いので、ガラガラをどうするか。バクオングでもいいか。てかバクオングだいぶ刺さってますよね。バクオングから入ってもいいぐらいかな。バクオング、あの月光から水セットとか怖くはあるか。不思議はな、バクオング何かでいこう。フィニッシャーのファイヤローが相手ステロ巻きやつ多分いないよな。うん、生拳は多分バナとバックボングでご了承できるから、アローでいい気がするんだけどな。これいきますか。バナバックオングファイヤロー。はい、対戦よろしくお願いします。カプブルルから来た。これどうなんだ。いや、これは有利か。これは有利ですね。ただ裏に何に引いてくるかだよな。ここヤドリギを打つほどの有利対面だけど、ガラガラに引いてくるのかな。だってヤドリギ打ちたいんだよな。ヤドリギ打つか。別にここは安定ですよね。ヤドリギ安定じゃないけど、相手が打点ないでしょそんなに。あってなんかエッジとかじゃない。引いてくると思うけどな、間違いなく。ハブスもまだ目がしてないからヤドリギは通るし、しかも草技の火力上がってるからな。シギバナの火力がヤバこいる状態かもしれん。でも引くとしたらガラガラぐらいしかいませんよね、相手は。まあ、ギャラがスカイジェットだったら飛んでくるかもしれないけど、あー、その可能性は一応あるか。スカイジェットキャラの可能性は全然ある。引いてきた。ガラガラだと思うけどな。生拳、嘘、タイプ相性ご存知じゃない。うん、分からんけど、まあいいや。なんかバトン生拳なのかな。それか単純にバラがめちゃめちゃ重たいとかか、相手の戦術的に。ギャドリギの種、オッケーオッケー。でギガドレインでいいですね。火力も上がってるんで、このフィールドのおかげで。生コーステーカーなんか出したいとかかな。それガラガラとかで、ここはギガドレインめちゃめちゃ入るでしょ。 OK、 通る。まあ、普通に落としますね。フィールドの、うん、飛び出す中身、あ、それ？マジで？そっちなの？天然かと思ってた、マジか。全然警戒しなかった、逆に。一周回って警戒してませんでしたね、それ。逆に初めて見たかもな、飛び出す中身って。ギャラドス。ツッパでいいよな、ここも。アローいましたよね、確か。アロいるから別にブルーはどうにかなるし、ここはギガドレインでいいですね。身代わり、ほう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 。ヤドリギ兵会かな。ただこれはこっちちょっと回復できるし悪くないですね。あのフィールドの回復とギガドレインの回復があるから、両方の回復が入るんですよ。だから全然悪くない。うん、これでなんか HP も結構回復したし、ギャラとも殴り合いそうですね、スカイ Z 以外は。ここはギガドレインで。ユーマイー、あー、でもこれなんかメガギャラっぽいな。メガギャラっぽいけど、もう無理だろ、この HP は。その HP で殴り勝とうと思ったら無理だぞ。ギガドレイン。OK、いいダメージ。これもアローのブレーバー圏内なので、ほぼほぼ勝ちですね。ブレーバーからのスカイゼットで多分勝ちなので、ブルルには S マークということはほぼないから、あのスカーフとか持ってない限り。限りは抜けるので、別にブルルルの前にね HP 削っても問題ありませんね。あ、スカイ Z なの一応。あ、違う、水 Z か、そっちか。全然耐えましたね。不思議はなんか3立てしてしまいそうだな。ギガドレイン。このポケモンが強すぎる。語彙力がなさすぎる。グラの語彙力がなさすぎる。あれ超レビュー。やっぱ仕事終わりに、仕事帰ってからポケモンやると疲れて脳みその働き悪くなりますね。ラストのブルルにヘドロ爆弾打って感じですね。まあ、裏がアローなんでこれは巻きようがないですね。相手のグラスメーカーが完全にこっち有利に働いてたな。まあ、こういうのは仕方ないからな。ブルル以外にもあり得ることですからね、でヘドロ爆弾で。はい、対戦ありがとうございました。ふぅ、
対戦相手の方が見つかりました。トノラグかリザードも分かんないけど、ワイっぽい気がしないでもない。トノラグリザー攻撃をカバールドナットレということで、まあ、天候要因多いし、なんかリザーワイな気もするけどな。アメパにはバナが強いんですが、リザードには弱いと。でもバナでいいでしょうねこれ、うん、リザード以外にバナが刺さりすぎているから、相手リザードしか出せないし、バナでいいはず。初手悩むな。リザードン読みのアローをやりたいけどね。ただアロー結局カバンに受けられちゃうか。まあブルンゲルでトリックルーム張ってバックホングかラグーでもいいけど、あ、それでもいいか。バナブルンバックホングかな。でもリザワイのこと考えたらアロー欲しいよな。でもカバンのステロで止められてしまうっていうのがありますよね、アローは。まあ止められてしまうとは言っても相手のコケコユリディかは早いので別にいいか。これでいきますか。バックホングかいらないか、これだったらラティアスとかかな。ブルンゲルでもいいけどラティアスでいいよな。これいきましょうかね。はいはい、対戦よろしくお願いします。不思議花から入る。そしてリザードラティアスに引きます。もう Y と思ってるのでリザード、うん、これは Y に引くしかない。 X だったら一回突っ張ってもいいのかこれ。いや、よくねえな。ラティアスでお化けの場合飛ばされてしまう。Y だと思うけどな、これ初手のリザードンって。X だ、ごめんなさいしよう。YY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 
ヒデリダイモンジか、まあ、これは当たらない。今美味しいは美味しいけど別にって感じですね。でここは電磁波でいいかな。多分ナットリあたりに引いてきますよね。あ、コケコうまいな。コケコか、ここ強っ。響きメーカー、はい。あっちは消耗したら一気に負けるので、ここはバナーに引きますか。ボルチェンされそうっちゃされそうだけど、ここコケコか。まあでも竜技読みに出したのかな。エスパートとかだときつくないかなと思ったけど、まあドラゴン技読みに出したんでしょうね。電磁波読みではないと思うけど。でここ不思議花に投げていく、不思議花に投げていくって日本語変じゃない。水アッパー、炎ですかね、氷か。大社いないでしょ。オッケーオッケー。でここはヘドロ爆弾で、まあ、ここメガしないと普通に氷の場合結構入っちゃう。まあ、炎でもだけど、まあ、氷っぽいけどな。モルトチェンジでリザードンかナットルだと思うけど、リザであればそこそこ入りますね。リザードン OKOK でヘドロ爆弾がだいぶ入るので、毒いけたらなお美味しいしね。ヘドロ爆弾まあまあですね。毒は引けず、でここはラティアスでいいかな。ただこれコケコのボルチェンで回されすぎたら結構きついのか。だからコケコに対してラティアスが突っ張るプレイングっていうのは一回やってもいいかもしれない。モンジエ、ここは出てきますね。まあ、強いけどこんなもんですね。でここは羽休めで、でコケコ投げてきたら最近で押します。次のサイクルは多分バナ読みのボルチェンをしたいと思うので、仮にメザコーリックやっても大して入んないからな。でメザコーリックだってことは社員ない可能性が高いし、ここは何気に突っ張りが安定だと思うんですよね。なんでここは再起にできます。あ、エレキもなくなったか。もうボルチェンしてきそうではありますけどね。問題は瞑想の場合だけど、それはちょっとどうしようもないからな。ザッパー OKOK、それはまあ大したいないんで、うん、こんなもんですね。これつって殴り勝てんじゃん、もう。普通に殴り勝てそうですね。OK、確認かな、これは。柔らかいかな、結構。ここは、羽でもいい。最近でいいか、投資に行こう。ボルチェン、はい。あ、だったら羽でもなかったけど、まあ結果論ですね。でもこれあともうさ、ローのなんちゃら全員倒せそうじゃない。まあ、コケコはブレバじゃ落ちないかもしれないけど、スカイゼットだったら落ちそうですね。
ザードン、はい。ここリザードン投げてくるか。あ、まあ回復読みですかね。殴ってるんだけどね。あんなメザ攻撃は別に怖くないからな。で、最近ね、リザラティアスめっちゃ活躍してますね。で、次でリザードンも落とせるので、ここは迷わず最近ですね。ラストがなんだろうな。とりあえずトノラグではないから、ここさ選ばれたよう、し対戦ありがとうございました。対戦相手の方が見つかりました。相手のパーティーが、カプテテフ、ボリゴン2、リドキング、クワガノン、ギャラドスということで、バナが、バナ刺さってないな。あ、でも、テテフはどうだろうな。クチートは出せないか、でも相手。クチートじゃない、テテフは。初手でテテフってクチートで結構きついですよね。それ読みのリドキングとか来そうだけどな。ラティアスから入るか。ラティアスから入って、でクチーとラストはアローでいいかな。悪くない気がしますね。あ、クワガノンの、まあ、でもこれでいけるか。はい、対戦よろしくお願いします。テテフから来た、まあ悪くはないですね。よくもないんですけど、ここムーンホースだな。たまにここで最近でゴリ押してくる不届き者がいるから、ムーフォーった一発耐えるかもしれないし、1に振ってるし、ここは1回電磁波でいきますか。スカーフかどうかはまずは見極めたい。スカーフですね。これ足は奪ったけど耐えるよね、これ、うん、足は奪ったけどな。ラティアス残してもいいか、これムーフォースだったら。スカーフムーフォーだったらクチート投げれるから、クチートいいですね。シート投げてバグったらなおよし。相手なんか後投げできるポケモンいんのかな、クッチートに対して。まあ、ギャラとかで任すぐらいか。それかあれか、ポリツーのトレース威嚇入れてとか、そんな感じですかね。ムーンホース、はい、いや剥ぎすぎじゃね。急所か、うん、美味しくない。じゃれつくでいきますか。はたきをしたいけど、テテフがワンチャン耐える可能性あるし、突っ張ってくるよね、ここは当然。くう、今の急所だいぶ痛いな。多分次は耐えそうな気がするけど、メガ進化もしたし。バグれ、バグれ。耐えろ、耐えろ、耐えてくれ。耐えて。さすがに耐えますね。当ててよ。OK、これで、カプテテフは粉砕しての、だいぶ深い傷を負ってしまいましたね。揺らしたりだけできついかもな。ギャラだったらどうしよう。ギャラの場合ってリマイしてくんだろうか。ギャラか、うわリマイしてきそうだな。だってここ普通にラティアスバックの可能性も考えられるから、ここリマイしてきますよね多分。ラティアスバックの場合上からサポートされるからな。だからリューマイミでジャレツコ一発ぶち当てて、そっからタクゲーに持っていくしかない。タクゲーでもないか、一発、あー殴ってくるの普通に、マジか。まあ出あればいいか。いや、よくないけど。うーん、ラティアス投げて、でリフレクターで、まあ、ラティアスってあんま火力ないからね、別に S 上げなくても問題ないっていう判断ですかね。毒毒、あーそういうやつならめんどくさいな。これ多分メガじゃないから最近打っていっていいか。ちょっとこれはめんどくさいぞ。アローで全員倒せるかどうかみたいな勝負になりそう。ニドキングだと厳しいな。でここはサイキネで、危険下にやったら勝てますね。サイキネ、まあまあのダメージ、ギダウン、はい、身代わり、身代わりなんだ、はあ、下から身代わり張ろうっていう魂胆ですかね。こっち一応回復技あるので、一回跳ねしてもいいか。相手下から身代わりしてきますかね。その場合ここで1回跳ねすることによって2回殴れるようになるから悪くないんですけど、殴ってくれたらそれはそれでゴツミが入るから悪くなくて、身代わり連打してくるのか。
2階自体は壊せるから2階、ここは再起で。でもこれなんか HP 削ってくるのが気にありがたいけどな、アローで Z 使わずに倒せるからラストに温存できますよね。相手スカーフ持ちもいないし、まあポリゴン2とかタスキにドッキングだったら無理なんですけど、ああやってくるんだ、それありがたいけどな。こっちはこうやって再起で壊してさ、いけそうですよね。羽はもうしてもだいぶきついので、ここはもう割りに行きます。守るがあったら諦めます。最近で守るギャラなんてのはいないと思うけど、オッケーで見返りは壊せる。接触してくれたらな、5つ目で落ちるからいいんだけど、接触してくんないよな多分。あ挑発、あいいよいいよ、これでスカイゼット切る必要ないですよね。うん、アロイラ早ポケもいないから相手のパーティーに、チテフがもうスカーフだったし、タスキの場合はもう負けなんですけど、そこは諦めるしかない。でファギアルを投げて、でここはブレイブバードですね。よしでギャールソブ倒して、でクソネミーから口数がすごい少ないかもしれん、すいません。そして仕事を終わった後にポケモンやってるんで眠気が半端じゃないですね。あとはスカイゼットで勝ちだよな、あれも多分勝ちか分からんな。でもああタスキくせえタスキじゃなければいけますね、タスキじゃなければ勝てる、頼むタスキじゃありませんように。素で耐えられたんだけど弱耐えねえかこのヘドロウェーブ、無理、耐えてくれ、くっそ弱い、ダメだこいつも。対戦ありがとうございました。素で耐えられてしまった、なんてことでしょう。